はい、こんにちは。今日は東京理科大学の三次方程式の解と係数の関係で、まあ、これらの値を求めるっていう問題なんですが、まあ、基本問題ですね。で、三次方程式の解と係数の関係は、まあ、覚えてる人は覚えてればいいし、覚えてなくてもその場ですぐ出せる安心感があれば、それでいいんで。まあ、こう。で、まあ、三乗の係数1なんで楽ですと。で、まあ、x 三乗。で、2乗は、x2 個と定数1個なんで、で、だからマイナス。で、a たす b たす c、x 乗。で、1次は、定数2個と x1 個なんで、プラスになって、a、b、b、c、c、a と。で、まあ、あと最後定数は、マイナス a、b、c と。なんで、a たす b たす c は、この場合は、2と。で、AB たす BC たす CA が、この場合は、1と。で、ABC が、マイナス5と。じゃあ、これを元にして、これの値出すんですが、まあ、これ参上して、なんとかこれらで、出せますが、青チャートにも載ってる有名な因数分解で、このままじゃ因数分解できませんが、これにマイナス 3ABC くっついてれば、まあ、因数分解できるっていう知識があると、で、まあ、それ知ってるぐらいだったら、まあ、結果まで覚えちゃってるかもしれませんが、まあ、じゃあこれちなみにどう因数分解するかっていうと、青チャートに書いてある方のやり方でそのまま構いませんが、まあ、別の方法としては、これまあ、対称式なんで、まあ、これらを因数に持ってるだろうと。因数分解できるとするならば。で、まあ、きっとこれが因数になるだろうなっていう予測が立つならば、この式が A たす B たす C を因数に持ってるとするなら、じゃああとはこの式をこれで割っちゃえばもう相手が出ると。で、まあ、これ A の三次式とみなせば、係数だけ書くと1、で2乗が0、で1次がマイナス 3BC、で定数が B3 乗プラス C3 乗と。で、これで割るから、ここに立つのはマイナスカッコ B たす C。なんで、1、で、マイナスカッコ B たす C。マイナスカッコ B たす C。で、2乗。B2 乗。プラス 2BC プラス C2 乗。B2 乗マイナス BC プラス C 乗だから、ちょうど3乗の公式にマイナスだから、マイナス B3 乗マイナス C3 乗で割り切ると。じゃあ相手はっていうと、これなんで、A 次乗と、ここに A がくっつくから、A 次乗。で、まあ、順序が書くのは B 次乗。足す C 次乗。で、マイナス AB。と、あと、まあ、BC、CA と。マイナス BC、マイナス CA と。で、因数分解されると。で、そしたら、もうあとはこれは、ここが、2で、で、これは、やはり A たす B たす C を2乗すると、これとこれとこれができて、あと、プラス2、カッコ AB、BC、CA が出てくるから、これにするためには、ここから3取ってあげると。3。なんで、これの2乗だから、4。引く、3かける、これが1。なんで、結局、2。で、ここが、マイナス3かける、マイナス5で15なんで、こっち来て、マイナス15で、答えはマイナス13。これイコール。で、出ました。で、じゃあこれが、マイナス13って分かったら、じゃあ4乗出すのにどうしたらいいかって時に、これは以前も確かどっか、慶応かななんかの問題を紹介した時にやった同じ技なんですが、この ABC っていうのはこれの三乗方程式の解だと。じゃあ当然これに、X に A、B、C 代入して成り立つんで、A 三乗で移行しちゃうとイコール 2A 次乗マイナス A マイナス5だと。もちろん B も同じ。B、C に反しても同じで。じゃあ、4乗知りたいんだったらこれ両辺に、もちろん A、B、C0 じゃないんで、A、両辺に A かけてやると、A4 乗イコール 2A3 乗マイナス A 次乗マイナス5A と。
で、以下 B も同じで B4 乗イコール3乗マイナス B 次乗マイナス 5B と。で、C4 乗も同じ 2C3 乗マイナス C2 乗マイナス 5C と。そしたらこれ縦にデンって足せば、これイコール、これイコール2でくくれて2括弧 A3 乗プラス B3 乗プラス C3 乗と、マイナスでくくれてマイナス括弧 A 次乗プラス B 次乗プラス C 次乗。で、これはマイナス5でくくれて A 足す B 足す C と。じゃあ、これは今出したマイナス13なんで、2かけるマイナス13。で、これはまだ出してなくて、これはまあ、A 足す B 足す C を2乗して、マイナス2、A、B、B、C、C、A を取ってあげればいいんで、2、2人が4。4引く2かける、これが1。なんで、2引く2。で、これはマイナス、2だからマイナス10と。そうするとマイナス26引く2引く10だからマイナス38と。これは2番の答えになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。